青柳仁さん、はい、青柳仁さん、日本維新の会の青柳仁です。高圧ガス保安法等の改正案についてまずはお伺いしたいと思います。今回新たに位置づけられる小規模事業用電気工作物について、省令で一定規模の太陽光風力発電設備が指定される予定ということですけれども、その設置者として想定されるのは中小企業、小規模事業者、個人事業主ということになっています。技術の基準の適合性の維持義務、使用前の自己確認、基礎情報の届け出が義務付けられることになるわけですけれども、こういったことに対応するのはなかなか中小企業というのは余裕もなくて大変だと思うんですけれども、こうした負担の軽減措置について考える必要があるのではないかと思っております。そこでですね、2つですね。1つは新たな制度に関して分かりやすく周知徹底すること、また2つ目として新たな義務付けに関して支援制度や相談窓口の設置等の負担軽減策が必要と考えておりますが、政府の方針及び対応はいかがなものでしょうか。萩生田大臣。太陽光や小型風力発電など再エネ発電設備については事故の発生や場所の多様化を踏まえて安全確保に万全を期す観点から、今回の法改正でこれらの発電設備の設置者に対して設置場所等の基礎的な情報届け入れや技術基準への適合性の事前の確認義務を課すこととしております。他方、こうした発電設備を設置するものの中には、先生ご指摘のように中小企業や個人事業主が多く含まれていることから、その負担軽減にも配慮するとともに、今回の制度改正をしっかりと周知することが重要だと思っています。このため負担軽減策として、例えば技術基準の適合性の事前確認を行う際は保守管理を行う他の事業者に委託することを可能とするなどの措置を講じております。また基礎情報の届け出につきましては、令和4年度予算を活用してすべての手続きをオンラインで完結することができるシステムの構築を行うとともに、ご提案のあったとおりコールセンターを設置をさせていただいて手厚いサポートを実施する予定でいます。さらに法案設立後は速やかに詳細な制度設計を行った上で、その内容をホームページなどで公表するほか、再エネ関連団体や地方自治体などのさまざまなルートを通じて広く周知をし、制度改正が中小企業や個人事業主などさまざまな関係者にご理解いただけるようにしっかりと取り組んでまいりたいと思います。青柳仁さん、今いろいろな施策についてご説明ありましたけれども、日本の中小企業どこもですね、人数が少なくて対応が大変だということだと思いますので、ぜひ政府からのサポートをですね、しっかりやっていただければと、このように思っております。今日はですね、前回の質疑の時にちょっと聞ききれなかった質問についてですね、残りの時間を使って、質問させていただきたいと思います。いや繰り返しになりますがですね、今 ESG 投資というこの資金がですね、世界で35兆ドルになっております。これは4500兆円に相当する金額で、世界全体の GDP の総合計というのはですね、およそ88兆ドルということですから、それの半分に迫る勢いにまで大きく伸びてきているということなんですね。でこれだけ大きな資金がですね、世界全体で一つの目的を持って回り始めているというのは、これまで歴史上見てもですね、極めて特異な状況じゃないかと思っております。そしてさらにこの状況が非常に重要な局面に来ているのは、この大きなお金の使い方をですね、動き方を誰もよく分かっていないということなんです。脱炭素カーボンニュートラルと言われるようなさまざまな取り組みの中にこうした資金が回っていることは周知の事実でありますけれども、しかしながらこれがどうやってどこへ流れ込むのかという仕組みが誰にもわからないというのが現状だと思います。しかしながらさまざまな要素で動いていることは間違いがないことで、そのうちの重要な要素の一つとしてあるのが、このサステナビリティあるいは ESG 評価基準の統一という話があります。これがすべてではありませんが、これがこの大きなお金を動かしている一つの極めて重要なルールであるということは間違いがないと、このように私も考えておりますし、さまざまな有識者も同様の認識であると思っております。こうした中ですね、この ESG サステナビリティの基準あるいは ESG の評価を決める基準というものに関しては、昨年時点まではですね、およそ世界に400から500余りのですね、さまざまな基準がありました。でこれが今ですね、3つに統合されようとしております。1つに最終的には統合しようとしているんですけれども、現状ですね、さまざまなその最も有力なものとして、IFRS 財団
を今取りまとめているもの、それからアメリカの SEC が取りまとめているもの、そしてそれから EU のですね CSRD、まあ、この3つがですね、まあ、それぞれ違ったルールなんですけれども、まあ、400よりはマシと、まあ、3つぐらいに統合されていきそうだという話があります。でこのうち SEC はですねアメリカ政府が完全にコントロールしますから、はっきり言って日本がここに口を挟む余地は、まあ、ほとんどないと言っていいと思います。またあの CSRD はですね EU のルールですから、これもなかなか EU のやっていることに日本が口を挟むのは難しいだろうと思いますので、一方で IFAS 財団のやっていることというのはこれは民間の団体ですから、まあ、あのもちろんこの背景には各国がいるわけですが、一定程度日本も影響力を発揮することができると考えておりまして、ですからまあこの基準がですね最終的にこうした大きなお金を動かすためのサステナビリティの基準となっていくことが日本にとっては望ましいと思いますし、またですねそこに意見を述べていくことが必要であろうと、まあ、このように考えておりますという、まあ、この基本認識をもとにですね、今日ちょっとお伺いしたいのはですねマテリアリティということになります。これは何をもってですね、一言で言えばこの ESG 投資というのは従来みたいな、まあ、いわゆる利益であるとか売上であるといったこの経済価値に加えて環境ですね、気候変動だとかあるいは社会人権といったそういった企業が生み出している価値というのは経済面だけではなくて社会面のものもあるだろうと、こういう考え方でやっているわけなんですが、この社会面の価値をどう測るかというところが、まあ、今は基準がないわけです。でこのポイントとこのポイントが社会面を測る価値だというところを、まあ、マテリアリティというわけですけれども、このマテリアリティがどう設定されるかが結果的に日本企業がどう評価されるか、あるいはこれから先この資金がどう動いていくかというところに極めて重要だと思っております。そうした中で IFAS 財団と日本政府経産省はこれまでも議論を続けてきているわけですが、この中でですねこのマテリアリティというのを従来のようなこの財務価値ですね、経済価値に閉じ込めようとする動き、これはシングルマテリアリティという言われていますが、というものとですねもう一つはダブルマテリアリティといって、これまでのですね社会価値というものを広く取った形での基準を作るべきだというこの動きがあります。でこの中で2021年の IFAS 財団によるサステナビリティ基準審議会の設置に関するパブリックコンサルテーションでですね、経済産業省の経済産業局企業会計室はですねこれシングルマテリアリティにすべきだという提言をしています。正確に言うとサステナビリティ報告における主要な報告対象者は投資家を中心とする資本市場の参加者、財務情報その他の利用者とすべき、その上で重要性の範囲はシングルマテリアリティを基本に考えるべきだというふうに言っています。ちょっと長くなりましたが、私はこれが間違いだというふうに思っております。でなぜかと申し上げますとですね、このシングルマテリアリティということにこだわってですねこの開示項目を設定するのであれば、これはですねそもそも ESG が生まれた国連の PRI というプログラムから生まれていったですね、そもそもの趣旨はこのまま企業が自分の儲けだけを考えて企業活動をやっていったらですね世界は持続可能ではないと、こういう問題意識があったわけです。ですから競争ルールそのものを変えていく必要があると、そういった中においてこれシングルマテリアリティを採用したらですねこれは今まで通り、その企業が儲かることにフォーカスをするということになりますということになります。それからもう一つはですねこれ新しい資本主義との中でも議論が行われていますが、今世界には株主資本主義というのを強化していくべきだという流れと、それからその企業が価値を与える相手はですね株主以外の消費者や投資家はその従業員その他ですねさまざまなステークホルダーであるべきだと、これは経団連もですね経済同友会も後者のステークホルダー資本主義ということを言っているわけですが、こういった流れの中でシングルマテリアリティを採用すればですねこれは当然その株主資本主義を強化するだけで株主だけが儲かる資本主義ということがこれからもつながっていく、これは先日岸田総理がおっしゃっていた新しい資本主義の理念とも反するものではないかと思っているわけです。またですねもう一つ、これはシングルマテリアリティを採用した場合には企業の日本企業の競争力向上にもつながらないと私は思っております。なぜかというとこれはシングルマテリアリティの場合ですね、決められた財務価値をですねそのまま受け入れることになりますから、日本企業が本来持っている本来評価されるべき社会価値みたいなものがですね新たに指標となる可能性というのをほぼゼロにしてしまう動きだと思っております。またですねそうしたものをですね検討する上で日本企業の特異なそのビジネスモデルというものをですね
きちんと把握しながら新しい指標が作られていくという、この動きにも逆行するものだと考えております。非常にちょっと長くなってしまったんですが、まあ、そうした観点のもとでですね、これからの IFRS 財団とのやり取りの中においては、経済産業省および日本政府はですね、ダブルマテリアリティ、あるいはダイナミックマテリアリティと言われるですね、これからさらに社会価値を広く取っていくような考え方で、申し入れをしていくべきではないかと考えているんですけれども、それに関して、経産産業省の見解についてお伺いします。蓮井審議官。お答え申し上げます。ご指摘の点でございますけれども、ご指摘のとおり、IFRS 財団は ISSB 基準に基づく財務報告の主たる利用者、プライマリーユーザーでございますけれども、これを現在および潜在的な投資者、融資者より他の債権者としておりまして、資本市場のニーズを満たすためのサステナブル開示の要求事項に関するグローバルベースライン、これの開発を目的しております。他方、今般の ISSB の公開草案におきましては、マテリアリティの重要性の考え方につきまして、いわゆるダイナミックマテリアリティの考え方をお示しされているところでございます。このダイナミックマテリアリティでございますけれども、企業を取り巻く状況の変化や経済社会環境の変化に伴ってサステナビリティの関連する財務情報における重要性の捉え方、これが変化するという考え方でございます。例えば気候変動などのサステナビリティに関する項目も時間の経過とともに企業価値に影響を与え財務情報にも取り込まれていくという考え方だと認識をしてございます。こうした考え方を踏まえて ISSB の公開草案が作成されているということは、この草案が企業価値の評価と長期的な社会環境の持続可能性、この確保のですね、両立につながる重要な方向性を目指しているというふうに認識をしてございます。この点ですね、経済産業省が提唱しているサステナビリティトランスフォーメーションというのがあるんですけれども、これはですね、企業活動のサステナビリティの向上、すなわち持続的なイノベーションの創出やビジネスモデルのアップデートなどと社会のサステナビリティの向上をいわば同期化させる、そういったことの重要性を指摘しておりまして、まさにダイナミックマテリアリティの考え方とも気を一にしているというふうに認識をしてございます。こうした背景を踏まえましてですね、基礎的見解におきましても、サステナビリティトランスフォーメーション、つまり企業活動のサステナビリティ向上と社会のサステナビリティ向上、それを同期化するということの重要性につきましてですね、指摘しているところでございまして、こうした考え方を内外の市場の関係者などとも共有することを通じまして、企業価値に影響を与えるようなサステナビリティ関連情報、財務情報の開示というのをしっかりと推進してまいりたいと考えています。青柳仁さん。ダイナミックマテリアリティの方ですね、シングルマテリアリティではなくて採用すべきという提言をするのは非常にいいことだと思っております。ただ一方でですね、前回その EU のタクソノミーの議論の中で最終的に日本のハイブリッド車がですね、グリーンではなくブラウンと分類されたのを見ても分かる通りですね、最終的な本当に細かい戦術のところで非常に重要なことが決まるというのがこういった議論の常にそういう状況だと思いますので、今回も今の点を申し上げるとですね、公開草案私も拝見しましたけれども、今確かにですね、ダイナミックマテリアリティという議論が5つの団体から提言されていて、で IFRS 財団もそれを受け入れる方向で話をしているというのは聞いてますけれども、ただ IFRS 財団が公開した資料を見ればですね、彼らはあくまでシングルマテリアリティのところまでを ISSB と書いてあってですね、そしてその外のものに関してはビルディングブロックの3段目というような位置づけにしてますから、今の段階で IFRS 財団の言い方ではですね、どっちにも読めるんです。ダイナミックマテリアリティを採用するとまでは言い方では読めないですね。最終的にシングルマテリアリティになる可能性も極めて高いと私は思っておりますので、そういったところをですね、しっかりと申し入れをしていっていただきたいなと思っております。ちょっとこの点についてはですね、また引き続き大臣の、ね、ご意見等も別の機会にお伺いしたいと思っておりますが、今日はもう一点ありまして、こうした動きが日本の中小企業に与える影響ということを非常に注視しております。でこれらの基準というのは当然のことながら大企業が対象になってまいりますが、そしてまたこれが中小企業に適用されることは、ここ何十年かはないだろうというふうに思いますが、一方でその大企業はサプライチェーンあるいはバリューチェーンでもってこの社会価値を図られるということがほとんど今世界のスタンダードになりつつあると、このスタンダードにしているのは気候変動の中での TCFD がそういったルールを採用したからだというふうに私は認識しておりますが、そういった中でこれは極めてですね、中小企業にとってはビジネスチャンスでもあり、またリスクでもあると、つまりその大企業はこれからですね、
自らのこういった ESG 投資資金を呼び込むため、あるいはさまざまなステークホルダーからの評価を高めるために、気候変動対策をはじめとしたですね、さまざまな社会価値に対する取り組み、それに社会価値を生み出すような製品サービスを生み出していくということに注力していくはずです、間違いなく。ですからその際にですね、どういった取引先と取引することによってそれが達成されるのかというのは、彼らにとっての大企業にとっての極めて大きな関心事になりますし、まあ、現在もなっておりますけれども、さらにその方向性が強まっていくと思います。ということを逆のサイドから考えるとですね、中小企業にとってはそうした、あの、社会価値を生み出すような、あるいはこういった IFAS 財団で議論されているようなサプライチェーンの中で評価されるような取り組みというものに長けた中小企業はですね、大企業と取引がしやすくなるということなんです。ですからたくさんの発注が舞い込むと、これは単に日本国内だけの話ではなくて、これ世界全体でやってる話ですから、日本の中小企業に世界のお金を呼び込む、世界からお客さんを呼び込むためにもですね、これ先ほど申し上げましたが、これ4000兆円とかっていう話ですからね。ですから、まあ、この非常に大きなお金をですね、呼び込むということにおいてはですね、本当に日本の経済成長の戦略の中核的な要素でもありますし、また地方創生といったことを考えた場合にも、地場企業を含むですね、中小企業にとっては非常に大きなチャンスになっていくと。で、この、まあ、このルールが出来上がるのは今年ないということですから、まあ、ですから来年には本格的に動き出すわけですが、まあ、こういった中においてですね、どういったルールが成立されるかということについて非常に重要だと思っています。まあ、そういった認識に基づいてですね、このバリューチェーン、サプライチェーンの評価に関するこの中小企業に対する経済産業省のこれまでの対応、それから現状認識、問題認識、今後に関する計画対応方針について教えていただければと思います。蓮井審議官。お答え申し上げます。3月31日に ISSB が公表しました公開草案のベースでの最新の記載ではですね、バリューチェーンの定義といたしまして、報告企業のビジネスモデルおよび企業がオペレーションを行う外部環境に関連する活動、資源および関係の全範囲などと示されております。またその例示といたしまして、サプライチェーン、従業員やオペレーション、マーケティング、流通チャンネルなどが示されております。特に気候変動分野では、取引先における温室効果ガスの排出などを含む、いわゆるスコープ3の排出量の開示の議論が進んでおりまして、報告企業と取引のある中小企業にとっては、取引先から情報開示を求められる場合の負担が大きいというような課題もございます。一方、ご指摘のとおり、潜在的にはですね、環境負荷の観点からむしろ強みをアピールすることができる企業、こういった企業もあるものと考えているところでございます。こうした観点から、中小企業は環境負荷への対応力をビジネスチャンスとして生かせるように、グリーンなど新たな分野での成長投資を行うことを促すということが重要だというふうに考えてございまして、例えばいわゆるものづくり補助金のグリーン枠などでですね、生産工程などの脱炭素化などの労働生産性の向上と炭素生産性の向上の両立、こういったものに取り組む事業者の設備投資などを積極的に支援しているところでございます。また SDGs 経営ですね、 SDGs 経営を実践する際に有用な視点を整理した SDGs の経営ガイドといったものをですね、国内外に広く発信をすることにより、SDGs を企業経営に取り込み、ESG 投資を呼び込んでいこうとする企業に対する指針を示しておりまして、さらに中小企業のためのですね、SDGs の活用ガイドブック、こういったものもお示しているところでございます。こうした支援策などを通じまして、中小企業のグリーンなどへの成長投資、こういったものを後押しすることを通じてですね、サプライチェーン全体における環境負荷の低減につなげてまいりたいと思っています。青柳仁さん。今のですね、いろんな取り組みご紹介いただきましたけれども、例えばその SDGs 経営ガイドみたいなものをこう出されているというのは私も拝見しましたが、今はですね、まだあれはその国連が定めたですね、世界193カ国で定めた方針に基づいて企業がどう行動すべきかという、まあ、従来の CSR みたいなですね、企業の社会的責任としてどうかみたいな議論に非常に近いようなところでやっていると思うんですが、これからはですね、まさにこの IFAS 財団の話が終わればですね、大きくフェーズが変わります。今度からはこの市場競争力というものと非常に密接に、これはもう完全にこれはフェーズが変わってきますから、ですからその時にですね、まあこういう企業の責任としてやりましょうとかではなくてですね、こういうことをやれば確実に投資の資金が舞い込む、あるいは競争力を増すことができるという、本当に実務的なですね、そういうガイド、あるいはガイダンスというものをぜひこう経済産業省の方から考えていっていただきたいと思います。また今までのガイドはやっぱりそのこうしたですね、サステナビリティ基準、あるいは ESG 評価のですね、対象となる大企業に向けたものが多かったと思うんですけれども、
それは今まではサプライチェーン、バリューチェーンの議論があまり習熟してなかったからだと思うんですが、今はもう違いますので、これからはぜひこの中小企業のですね、成長チャンス、日本を成長させるための非常に大きな、これは機会だと捉えていただいて、ぜひ全社を挙げて取り組んでいただければと思っております。本日私からの質問は以上です。どうもありがとうございました。午後1時から委員会を再開することとし、この際休憩いたします。